ライエン広告は、1806年から1813年まで、ドイツ南西部に存在したミニ国家、ライン連邦構成国、そしてフランス皇帝の従属国である。1815年のウィーン会議後は、オーストリア帝国領に編入され、主権を失い、さらに1818 18年のアーヘン会議で、バーデン大抗国領に帰属した。1806年、ライエン広告は、 バーデン大公国の領土に司法を囲まれる形で成立した。この独立国が存在することができたのは、一重に元首のフィリップ・ホンデア・ライエンが、フランクフルト大公、ライン連邦主座諸公のカールテオドール・フォンダールベルクの老いであったおかげである。公国は、ナポレオンの従属下にあるライン連邦諸法にも加えられた。公国は、 来園家の所領である旧法園ゲロルツエック伯領で構成されていた。人口は4500人、領域は2.5平方マイルであり、この狭い領土には9つの大干所が設けられ、それを一つの上級干所が掌握する形で統治が行われた。主婦は、領内では規模の大きいユーゼールバッハに置かれたが、元首の居所は、ラインウガン。 バートヘニンゲン郊外、アーレンフェルス城であり、この城は両外にあった。フィリップ公は、ライプツヒの戦い後も被護者、ナポレオン皇帝のパリ宮廷で暮らし続け、プロイセンドシアをオーストリアが主導する、第六次大仏大同盟軍に加わらなかった。このため1813年12月12日、ホーエンゲロルツエックは、無地として、大同盟軍に占領され、管理下に置かれた。 その後、フィリップ公は大同盟への加盟を懇願したが、拒絶されている。旧方園ゲロルツエック伯領は、ウィーン会議後の1815年、オーストリア帝国領に組み込まれた。その後、1818 18年のアーヘン会議での領土交換に関する列国間の合意に伴い、バーデン大公国領に帰属することが取り決めされた。この取り決めでは、バーデンが、 ホーエンゲロルツエック領を獲得する代わりに、フランケン地方、シュタインフルト領をオーストリアが受け取り、さらに、シュタインフルトをバイエルン王国に割譲することになった。ホーエンゲロルツエックが、バーデンの私生下に入ったのは1819年10月4日のことである。旧公国領は当初、ホーエンゲロルツエック暫定行政区を設けて、 管理されたが、1831年3月1日より、ラール行政区に編入されている。イントヘルト大グロッセハーツォグシューマー、S301F。ありがとうございます。